この動画ではプレミアプロの作業効率を上げるために覚えるべきショートカットキーとテクニックを紹介します。タイムライン上にマウスポインターを合わせた状態でオルトキーを押しながらスクロールホイールをスクロールするとこのように拡大縮小することができます。タイムラインの左側の部分にマウスポインターを合わせた状態でオルトキーを押しながらスクロールホイールをスクロールするとマウスポインターを合わせているトラックを拡大縮小することができます。ダブルクリックすることで適切な幅に調節することもできます。タイムライン上のスペースを選択した状態で、シフトキーを押しながらデリートキーを押すと、そのスペースより右にあるクリップを左に詰めることができます。クリップを選択した状態で G キーを押すと、音量調節のメニューを開くことができます。オーディオゲインの G と覚えます。僕はコントロールキーを押しながら G キーを押すと表示されるようにカスタマイズしています。理由はそのキーだけを押すショートカットキーだとテキストを入力している最中や全角モードの際に機能しなかったりするからです。コントロールキーを押しながらのショートカットキーを使用することでテキストを入力している最中や全角モードの際でも機能させることができるようになります。コントロールキーとオルトキーを押しながら K キーを押すと現在割り当てられているショートカットキーの一覧とカスタマイズができるメニューが開きます。キーボードの K と覚えます。このメニューでショートカットキーを使いやすいようにカスタマイズすることができます。他の動画でおすすめのカスタマイズ方法を紹介しているので、ぜひそちらもチェックしてみてください。スペースキーでプレビューを再生することができます。一時停止もスペースで行えます。コントロールキーを押しながらスペースキーでも再生することができます。先ほどと同じ理由でコントロールキーを押しながらショートカットキーを使用することでテキストを入力している最中や全角モードの際でも機能させることができるので便利です。C キーを押すとレーザーツールに切り替えることができます。カットの C と覚えます。V キーを押すと選択ツールに切り替えることができます。クリップを選択した状態でデリートキーを押すとそのクリップを削除することができシフトキーを押しながらデリートキーを押すと、そのクリップを削除し、そのクリップより右にあるクリップを左に詰めることができるリップル削除をすることができます。Q キーを押すと、再生ヘッドから前の編集点まで削除して、そのクリップより右にあるクリップを左に詰めることができます。W キーを押すと、再生ヘッドから次の編集点まで削除して、そのクリップより右にあるクリップを左に詰めることができます。コントロールキーを押しながら Z キーで操作を元に戻すことができます。操作を間違えてしまった時に便利です。コントロールキーとシフトキーを押しながら Z キーを押すと、戻した操作を元に戻すことができます。間違えて戻してしまった時に便利です。クリップを選択した状態でコントロールキーを押しながら C キーを押すとクリップをコピーすることができコントロールキーを押しながら V キーを押すと貼り付けることができます貼り付け先を指定したい場合はトラックの左側にあるトラック名を青くすることで指定することができますコントロールキーを押しながら F キーを押すと検索メニューを表示することができます。Find の F と覚えます。検索メニューではファイル内のテキストを検索することができます。検索したいワードを入力して、検索をクリックするか、Enter を押すと、その文字があるところまで再生ヘッドが移動します。特定のテキストを素早く見つけたいときに便利です。トラックの切り替えを行わずにクリップを複製したい場合は、そのクリップをクリックして選択した状態で、オルトキーを押しながらドラッグすると、クリップを複製することができるので便利です。通常映像と音声はセットになっているので、複製するとこのように映像と音声がセットで複製されますが、映像のみまたは音声のみ複製したい場合は、複製したいクリップを選択していない状態で、先にオルトキーを押しながら複製したいクリップをドラッグします。
すると映像のクリップや音声のクリップのみ複製することができます。またクリップを選択していない状態でオルトキーを押しながらクリップをクリックすると、このようにビデオクリップのみまたはオーディオクリップのみ選択することができます。ビデオクリップのみまたはオーディオクリップのみコピーしたい時などに便利です。エフェクトの設定のみ複製したい場合は、複製元のクリップを選択した状態で、コントロールキーを押しながら C キーでコピーして、複製先のクリップを選択した状態で、コントロールキーとオルトキーを押しながら V キーで貼り付けることができます。貼り付けたいエフェクトにチェックが入っていることを確認して、OK をクリックするか Enter で確定します。するとエフェクトの設定のみ複製することができます。クリップを選択した状態でコントロールキーを押しながら X キーを押すとクリップを切り取ることができ、切り取ったクリップはコントロールキーを押しながら V キーで貼り付けることができます。マウスポインターがタイムライン上にある状態でコントロールキーを押しながらスクロールホイールをスクロールするとタイムラインを縦にスクロールすることができます。トラックが増えてきた時に便利です。クリップを選択した状態でコントロールキーを押しながら R キーを押すと再生速度を変更できるメニューを表示することができます。2倍速にしたい場合はそのまま200と入力して Enter で確定します。するとクリップを2倍速にすることができました。シフトキーを押しながらクリップをクリックしたり、シフトキーを押しながらドラッグしてクリップを選択するとクリップを追加選択することができます。コントロールキーを押しながら A キーを押すとすべてのクリップを選択することができ、コントロールキーとシフトキーを押しながら A キーを押すとすべての選択を解除することができます。コントロールキーを押しながら S キーを押すとファイルを保存することができます。セーブの S と覚えます。コントロールキーを押しながら M キーを押すとメディアの書き出しメニューを表示することができます。メディアの M と覚えます。コントロールキーを押しながら Q キーを押すとプレミアプロを閉じることができます。クイットの Q と覚えます。以上がプレミアプロの作業効率を上げるために覚えるべきショートカットキーとテクニックでした。ショートカットキーは自由にカスタマイズすることができます。他の動画でおすすめのカスタマイズ方法を紹介しているので、ぜひそちらを参考にして使いやすいようにカスタマイズしてみてください。ご視聴ありがとうございました。このチャンネルではパソコンや携帯をより便利に使いこなす方法について情報発信しています。興味がある方はチャンネル登録と Twitter のフォローをお願いします。ご意見ご質問は YouTube のコメントまたは LINE か Twitter までお願いします。詳しくは概要欄をご覧ください。